C-130T ヘラクレスブルーエンジェルスロケット補助推進離陸とは航空機の離陸滑走距離を短くするため機体に補助推進ロケットを装着、点火して離陸すること、またその装置のことである。その性能の高さからゼロ距離発進のような極端な軌道をも可能とするようなものもある。ロケットエンジンを用いるものがラトでジェットエンジンを用いるものが Z 補助推進離陸と区別することもあるが、英語においては、Z イコール分岐を補助に用いるという意味で同種の、もの全般を、ジャドと称している。なお、同名の略称を持つ日本の有機系対応、電池技術研究組合とは、無関係である。コスフォード王立空軍博物館に展示されている、バルター HWK109 から5001937年から、 バルター HWK109 から500が AR234 爆撃機や m 3 2 1基関と輸送ドライバーの離陸時に補助推進機として使用され、使用後はパラシュートで回収された。硝酸と炭化水素燃料を推進剤とする BMW109 から718の推力は1 0 0 0ラムだった。第二次世界大戦後、イギリスでドイツの技術をもとに、 クリストルシドレイ BS ー BS-605 ネイピアスコーピオンでハビランドスプライトが開発されたものの1957年度国防白書の影響でミサイル万能論が優勢になり有人戦闘機の開発計画は縮小されたためどれも試験的な運用に止まった地上の飛行場に長大な舗装滑走路を用意して離陸できる場面においては ロケット補助推進離陸が必要となる場面はほとんどない。ロケット補助推進離陸が必要となるのは次のような場合である。補助推進ロケットは燃焼が終わると機体から切り離されて投棄されるが、陸上で運用されていた AR-234 や m 3 2 1の場合、ロケット本体は地上で回収されて再利用された。海上に投棄することとなる。 CAM シップや流星の事例では基本的に使い捨てとされた。ありがとうございます。